どこ13年目で、今イコカに5000円と工場は A として工場の付き合い A として、あの構成新規に8000円持ってる。今日11日ね、多分借りんと思うけどね、俺毎月ね田中ってやつにね1万借りて1万5000円つけて、それで8万円しか生活とかないのに4万7000円払ったらね3万1000円ぐらいしか回らないんですよ。7万9000円かだからそういう生活を10年続け、10年やね、2、3年しとったからね。で7万円の支度金で片付けたけど、支給金か、それね。だからあの例えば5万円小松地やつが借りて、田中ってやつにややこしいけどね、綱渡りゲートですそれで俺みたいなのな、確か生活を、それでなんとかな、田中のやつに 3万円即持ってって2日ぐらい前に、そしたら2万待ってたんですよ、5万借りたからね。その2万を、で財布の中で1万円したら入っとったから全部持ったら使うからっていう、そういうのが出た今すごいなそれでそれ5000円貯金したんですよ。それで厚生年金が8000円になってね、3000円あったから。でふと思うけどね、今食い物もまあそこそこ容器あるし、こんな状態初めてやけど、だからね生活保護のそのね、あの米国民権賞9000円毎月やるんですわ。その9000円あったらそういう変な流れになってね、例えば4月15日に7万6000円しかない現金、年金がね3万8000円か2万7000円払うでしょ、2万振り込みの2万8000円。そうするともう流れが違うてね、その7万の残りの4万も全部あれ借金かけになってね、本当にまた3万円月末借りて、同じ工程を2、3年続けとるからね。今余り出してね、ようやっと田中を小松ちゃんに5万借りて片付けて、で今月多分足りると思うな、いくかに5000円ね。で前はね終電車でね、笑い話やけど終電車でたまに変わったこっしょ、いつも変わっとるけど、ほいで梅田降りて、オーダーってことは必死になったばこになって、そういう人間がだいぶ立ち直りました。ほいでね、俺なぜこんなになったかって言っても親の責任じゃないけど、親から車5台買ってもらってるんですよ。スプリンター、最初は中省いて女できたら行こうって、最初はこう最後はコスモのね、月々4万2000か7000払、親が払ってました。任意保険も親が払ったんだで、ほいでカードもらってね、ほいでホイール買ったら8万円から止められて、親にで東京行くったら、就職すると40万もらっとったわ。今で言ったら80万ぐらいやね、倍にして5倍本当は50年前でよだからそういう生活のとこはね、それで意外と難しいの。俺あの親の年金3万5000円もないでね、80もしろ82のね時にお袋が夜に入るって、俺仕事もしてないししたりせんかったりして、その時仕事してなかったからね、ちょっと仕事してね俺どうするんやったら、あのさこのカードがあるからってもらわないでね、大和が淀川製鋼で40万かわいいんですよ、運転手15年事故になって、大型西からトレーラーから親取らせてもらってね、山口県にとって、でそのキャバクラで5万使って、そういう流れでホームレスになったんやけど、家賃払ったことない、これ悪いよ。それで最後のね石津で生活を一発目受かった時にね、最初の生活保護半年は悪いね、その半年ぐらいはこうどないか2万その親の年金もらわないでやりよったけど、最後潰れて持っとったけど6万円払うのもったいないでね、1ヶ月遅れに6万払ったんですよ。そうすると1万しかないでしょ。ある日書類書いて出てた、親がニコッとしてね、何を言いたい、まあそういう話でした。以上。